21撮ったんだっけ、22撮って21報告で、肝臓ですね、はい、肝臓がですね、まあここら辺の三角が多いですね、うん、まあ GOT はこれぐらいは59ならいいです、うん、GPT はやっぱ高いです、うん、ちょっと一回こういう時もあって下がってまた上がってと、うん、ALP まあこれは若干下がってまた上がってと、うん、まあでもこれぐらいはよくはないか、結構高いね、うん、ガンマ GTP は14だからまあまあ高いですよね、うん、というところなんですよ、肝臓からまあちょっと飛ばしてくれね、肝臓、はい、胆汁酸が正常はまあ5ですわ、ご飯食べる前は、うん、52だから、うん、まあこれ30も50も一緒です、うん、意味としては、まあ、肝臓それからその門脈ちゃんとあとその胆汁酸が直接血流に入っちゃってるというところですね、うん、膵臓まあ166、まあ膵炎はあるんだけど、だいぶ安定期には来てるかな、はい、肝心問題の腎臓、問題のとか問題が3つあるんだけど、腎臓は尿素値とか43、30が正常ですから、若干高いかな。クリアチニンは、これも僕ね、1.71 です。だから前回、前々回がこの辺ですから、これ1.4が境目なんで、1.4 越してくるとステージ2です。で、もう一個のスタチンが、これが腎臓なんですけど、申し訳ないけど高いんで、うん、もう一つ上がってステージ3ということになります、うん、ステージ3はやっぱり、ね、確かにあの食欲ムラまでできます、うんうん、上昇害も起きやすいですね、からこれステロール中性脂肪はいい、電解質のバランスを見るとこで何か3個あるのこれ、ね、あそうかカリウムが高い、カリウムが高いそれもそうです腎臓のそうなんですよ、よくご存知だから、はい、腎臓が悪いとカリウムがそうです、だけどね、この子ね、カリウムを排射させるための注射を打ってんですよ、私毎日フロセムドっていう利尿剤、あれ使いすぎると低カリウムになるぐらいだから全然ならないですね、点滴の吸収を良くするためにね、点滴の量はちょっと多いんですよ、皮下点滴で、でまあフロセムド打って、でもカリウムは下がってなければ、まあ、もうちょい振ってもいいかもしれないから、カルシウム、ここら辺はいいですね、リン、うん、あ、リン、ん？リンどこだ、3、はい、これですね、いいですね、これ腎臓が悪くなってステージ3になると上がると言われてるやつだから、これはまだ正常範囲で収まってますね、うん、腎臓量もステージ2までは上がらないけど、うん、3超えるとリンが上がってきますんでね、もう透析やると思う、全然下がりませんでしょ、下がらないです、うん、下がらないんですけど、結局人工的にやってるん で体調は持ってってる、そういうこと、でもリンってさ美味しいものに多いんですよね、そうです、はい、そうなんですよ美味しいものに多いんですよ、だから腎臓病食は、うん、リンがないから美味しくないんですよ、すごく味気ないですよね、だけどこの子は膵臓もあるから腎臓病食はやれない子なんですよね、だから本当はあのバイオームでちょっとうんちが固まったからバイオームだけど、はい、バイオームでもちょっと脂肪が多いんですよね、はい、だから消化器ケアは前のあのアイディローファットとか、はい、あのダイジェストライトと同系列の低脂肪食だから、はい、やっぱ新製品は食べるね、あれ新製品なんですよそうらしい、はい、血糖値はいいと、白血球数は9800、まあ元気で9800ならいいんですけどね、まだ本調子じゃないから低いです、赤血球も低いです、でもまあこの粉には上がってきてね、少し微妙に450ぐらいだったのが512だから正常に近づいてきてるね、だからまあちょっと飛ばして、まあヘモグロビンもまあギリですけどね、から貧血のこれは貧血してます、で次飛ばして血小板36万、だからこれは低いですね、あのやっぱり治す炎症があれば出血する、それを止めるのがこれ、だから白血球数が低いのと同時に血小板数も低いから自分に治す力が弱い、うん、甲状腺ホルモンですね、甲状腺のホルモンはまあいつも言うようにこういう子は低いです、だけどだんだん上がってきたよね、低いって言っても 0.3 以下だったから、うん、未満だったのがちょっと見える数字にはなってきてます、
からおしっこのタンパク 0.2 です。すいません。で 0.5 超えてたらもう明らかに高いと、まあ、これもその時によって違うんだけど、まあ、この頃よりは多少は減ってるって言えば減ってますけどね。でも 0.5 高いとちょっと腎臓病の進行は早いと言われてますね。で、まあ、その辺のタンパクをただただ左遷する薬が血管拡張剤なんですけど、飲んでますはい、から、まあ、シスタチンは高いと、CRP、これはいいですね、落ち着いてますね、炎症マーカーね、これが高いと本当に具合が悪いですわ、調子悪い、本人もしんどいですわ、でも炎症マーカーはここのところ落ち着いてますね、10日アルブミン、前回ちょっと低かったんだけど、まあ、正常にもなってないね、まだ低いか。これもね、糖新生が糖を作るのが肝臓だからさ、糖を代謝するのが、肝機能が、ね、落ちてるということも要因になってるかもしれませんね。で、胆汁酸素、まあ、肝臓、腎臓、膵臓、どれが一番、当初は私腎臓だと思ったけど、膵臓、腎臓、最近は肝臓だね。膵臓はまあちょっと落ち着いてきてるし、腎臓、その時、小太郎さん100でいいですか？うん、小太郎は、あ、ちょっとどんだけ食べたの？今朝。小太郎ちゃんの、まあ、いつだったっけな。今日の朝は、50g と消化ケアを45。粒ですね。45粒。粒。だから、45粒って何グラムかわかんないけど、1グラム、そこらが、30ぐらい入ってるのかな。50入ってんの？とこだじゃあその半分ぐらいは食べた。25ぐらい食べた。昨日と今日とで多分袋の半分弱かなっていう感じです。はい、わかりました。じゃあかなりありますまだ。はい、100度。うん、100にしましょう。で、夕方を20にします。100の20。あ、10でいいや。夕方10。100の10だ、ね。じゃあやっぱり朝は多め、帰るときは少なめに。肝臓っていうと食事的にはどう？肝臓病食ってありますよ。良質のタンパク質で、でも量を多少そこまで多くなってナトリウム、リンを摂ります。そうすると、要は腎臓病食にどっちかと近いんです。だから肝臓病食はダメですよ。膵臓を優先しないと。だから。良質のタンパク質をちょっと混ぜるのはいいから、お豆腐とかささみがちょっと、1日 10g ぐらい混ぜるのは全然いいことですね、肝臓には。それからあとは、ああいう BCA 製剤でヘパンとかね。ヘパンもちょっと飲むようになってきたかな。あとね、もう一個あるんですよ。ベリキュアリブっていう、ちょっと肝臓、BCA 製剤の繊維が入ってるサプリメント。あれは今、流動食で食べてるというか飲んでるんですけど。それを今度帰る時出すかもしれません。調子が良ければ振りかければ食べるんですね、あれも。体調さえ、食欲が本当に戻ってくればね。ケイさんはでも、本当にあの粒だけ、消化ケアの粒だけで、割と食いつきたので、ただもう本当5粒ぐらいで避けちゃったから、その上にまたさつまいものあれを乗せたら、ほとんど。なるほど、そのフードだけで食いつくなんてさ、初めてじゃない今回ぐらいあれ使ってから。そうなんです。あ、で手に乗せたらダメだったんですけど、でそのままでは食べなかったんですけど、昨日も。それを入れて、その上にあのさつまいもとかじゃがいもを少し乗せてやったら、食べたって。で、あ、食べるわと。で、今日は それだけで。それだけで最初5粒ぐらい食べました。だから食べたんですね。すごいですよ、それ。バイオームは全く食べない。どうやっても食べなかったんですけど。バイオームもね、結構嗜好性いい方なんですけどね、あの、元の ID イエローファットとかに比べるとね。はい、なんかとにかく匂いがダメみたいで。そうなんで、ね、めっちゃその辺だけはさ、チェックするからさ、あの子。もうなんかすごいです。だからバイオームが出ちゃった状態になると他のものも食べなくなるんで。だから周りだけそれと一緒に取って、そうするとまた食べてる。わかりました。